ね、一から話したらね、うん、1207年にお坊さんって長野県の松本の福王寺っていう寺で生まれるの、はいはいはい、長野県の松本の福王寺っていう寺 でその時につけてもらった名前が覚心さんってよ、はいはいはい、でその人が覚心さんが19歳になった時、はい、和歌山の高野山へ仏教の勉強に来るの、はいはいはい、ほんでそれで仏教の勉強してた時に覚心さんが禅の勉強したいってすごく思い出すの、うん、そしたらチャンスが訪れて、はい、41で中国行けるようになって、はい、で行って中国の広州の金山寺って禅宗の寺で、はいはい、禅の勉強して日本へ帰ってくる、うん、帰ってきた時にもうふるさと長野へ帰らないの、はいはいはい、で勉強してた高野山へ帰ってくる、はい、で帰ってきたら高野山で最初から勉強教えてくれてた高僧偉い坊さんがね、はい、和歌山の由良に広国寺という禅宗の立派なお寺があるんでこのお寺で住職になってって言うわけ、はいはいはい、ほんな覚心さん心よく引き受けて由良の広国寺の住職になった。それで来たんですか。その時に親孝行でお母さんを長野一人ほっとくことできなかった、はいはいはい、でお母さんを自分の住む和歌山の由良の広国寺さんに呼んであげるの、はい、そしたらお母さんを年召してから長野から和歌山に来てくれたので、はい、そのお母さんのお世話する人を湯浅で探す。あその人が和尚さんと律子さんっていう若い独身の二人の娘さんだった。うんでその和尚さんと律子さんが法堂国師さんのお母さん亡くなるまで、うんそれは大事に見てくれる。うんで自分の母をこんだけ大事に見てくれた湯浅の娘さんに何かお礼をしなければってしたお礼が金山寺味噌の作り方の。教えたと、うん、作り方を教えてあげた。あ、はいはい、それで湯浅町は金山寺味噌が名産になる。名産だった。そっちの方が先。うん、ほんだところが坊さんが毎日毎日由良の広国寺さんでお味噌食べてたら、はい、お味噌の上にやむを得ない美味しい汁が溜まってるってあの坊さんが気づく。なるほど。それが醤油ね。うん。ほんで味噌の上に溜まった汁がヒントになって醤油ができたんで、はい、今でも醤油のことたまりと言う。ああ、なるほどね。うん。で、味噌の上に溜まった汁イコール醤油ではないの。うん。味噌の上に溜まった汁はあくまでも味噌の上に溜まった汁であって、うん、それは醤油ではない。醤油じゃないんだね。うん。でも醤油に似た味のものな。うん。で、坊さんは大豆と小麦と塩と水で、行さん水入れたら液体、もうね、うん、お味噌の上に溜まった汁ばっかりとってても、お味噌の風の方が多ってね、汁ってちょっとしかできへんよね。もっとこの液体、お汁ばっかりと作ること考えたらいいって言って、この坊さんがひらめいたのが現在の醤油。だから醤油作るとき、たくさんの水がいるの。お味噌作るとき、そんなにお水いらない。うん、そこが違う。だから金山寺味噌っていうのは、具は出ないか、茄子とか。ウリとかナスとか入ってる、うんうん、それやっぱり外した理由っていうのはやっぱその汁とのためにそれ不要やってことやってね。あのね、金山寺味噌はやっぱりウリとかナスからも野菜からも液体出るんで、はい、その汁もやっぱり出てると思う。あ、うん、そやけど坊さんはもうその具とかなんとか考えずにね、うん、とにかく最初からこの味噌の上に溜まった汁、この液体、これが調味料になるから、うん、こういう液体ばっかりを取ればええってこの坊さんがひらめくらしいよ。ほんで効率考えてもう、うん、まとめたんやん。ほんで大豆、小麦、塩、水に到達したんじゃない？そうだよね、多分、うん、多分それ多分いらんって言ったんやろ。いらんと思ったんやろな。うん、ウリとかナス入れんでもええと思ったんやろな。そうだね。うん、で結局水が、うん、由良は赤なんだ。赤なんだよね。うん、由良の水ってね、あのコップへ入れて置いといたら白い浮遊物出てくるぐらいね、石灰強いんやって。白崎海岸の石灰が、白崎海岸が海岸線真っ白でしょ、うん、地質が石灰質なんやって。あの辺の水ってええことない。ええことないらしいよ。ほんま、うん、醤油には適さないってことだよね。そのお醤油にはよ、うん、お醤油には合わない。お醤油には合わないってことだよね。で、湯浅の方が、湯浅の水が醤油に合ってた。逆に合うと、うん、
逆に湯浅の方が水はええと。うん、それを気づいたのは坊さんって書いてるよ。で大豆や小麦は大豆は岡山県から買う。大豆や小麦は湯浅はない。うん、大豆は岡山県、代わりに水が良かったということですか。だからあれな、いろいろあったよね、うん、その物語がね、うん、だから全部はでもそのままなんだけど、うん、いろいろそこら中からこう集めてできたよ、うん、水はここでね。水はね、あの1264年っていうのは57歳っていうのは革新が、うん、醤油を発明した年、発明した年になってるんですか、うんうん、本間の醤油を自分の気に入った醤油ができた年がね1264年って言われてる。これが醤油やっていう、うん、これが醤油の発祥の年、うんうん、すごいね、鎌倉時代にできた。でここのお醤油さんの、うん、あの先代の人とかは革新さんとかはもうあんまり関係ない、まだそこまで深い。門長さんはね、まだできてね179年しか経ってのうてね、湯浅の中では門長さんは古いようじゃないんよ、うん、もっともっと古い醤油さんもっとあったんよ、うん、ほんでね、うちの本家は1580年から醤油してた、はい。そやけど、その本家はね、絵描くん上手な男の子が絵描きになってね、しょうゆは津賀なんだよ。ああ、うん、そんなんで、もう皆ね、ほぼのしょうゆはやめてしもってね、あ、ちゃんと残ってるのが都庁一軒しかないんだ。そうよね。あ、ほんまですか。うん、もうここだけ。だからしょうゆ屋さんの前で深呼吸して、ほんまのしょうゆの匂いするのはここだけなんよ。そうよね。うん、こういう夢やもんね、うん。伝統を継いで残ってきたのが、ここだけ。ここになったっていう話ですか。うん、ここに、ね、あの、伝統の割には多分値段的に安いよ。あ、そうかな。うん。だから古、門長さんは古なんやで、うん、湯浅では、うん。もっと古い塩屋さんもっとあったんや、うん。あったんやけど。うん、そやけど持ちこたえて、あの、1804年って江戸の頃にね、うん、はい、湯浅に92軒塩屋さんあった。うん、なんか、100軒ぐらいあったって書いてたやろ、どっかにね。うん、それがね、いつ一軒になったんって言ったらね、1970年ってね、昭和45年ってね、うん、大阪で万博やった年、うん、あの年にもう92軒のうち全部ぼちぼちやめてってね、うん、とうとう最後一軒になったのが昭和45年、うん、で一旦ね、門長さん一軒になったんよ。せやけどね、湯浅醤油ってレッテル貼った醤油売れるんよね、うん、で国道筋に実は新子さんっていうで味噌しか作ってないお家がね、うん、あのおじいさんもお父さんもお味噌しか作ってなかったけど、今の50ぐらいの息子さんやり手でね、うん、辞めた醤油屋さんからおけ買うてきてね、はい、ほんで古いおけ9つ並べてね、はい、そのおけは確かに120年前、130年前にどっかの醤油屋さんが作ってたおけなんやけどね、はいはい、でそこで体験学習って混ぜさせてくれてね、はい、こんなして醤油作るんやでって見せてくれてね、はい、で醤油ソフトクリームも美味しい、ものすごい繁盛してる醤油さんあるんやけどね、ほんまにその179年のそのまんまの場所で、そのまんまの桶で、そのままの蔵で作ってるのが門長さんだけなんよ。だから買って味比べしてもうたら分かるよ、食べてもうたら分かる、うん、ね、うん、これは明治時代の温度計なんですね。明治時代の、この人ね、うん、今の長兵衛さんこっちの人で94歳に今なってるんだけどね、うん、こっちの人5代目ね、うん、この人2代目加納長兵衛さんで、この人のいいおじいちゃんがね、うん、ご自分で作ってくれた、ここ置いてくれてるんよ。ほんま、うん、でこれまかだ中身入ってる、すごいね、うん、こっち明治15年、はい、でこっち明治27年、誰も開けてない醤油がいただけるんやて、うん、口ね、ちゃんと栓できててね、ひっくり返しても醤油出てきてんやて、ほな発酵し続けん、うん、どんなになってるんやろ中はね、空気と触れてないからもうそのまんまの状態ちゃうから、真空でね、うん、もうこの最初から入ってる空気はあるけどね、いっぺんも開けてない、それは大丈夫なんで、今日どうでしたか。よかったね、今日はね、いや醤油はね、ほんまに勉強になったね。勉強になりました。深いところほんまに知れたし、あれはよかったね。革新さんがね、革新的っていうのがよく分かりました。僕のまた天然ボケまた頑張ってますね。久しぶりにやったもんで、移動やってもらったな。移動を押すところを逆に出るところを押しちゃったという、そう、なんでしまうような勢いがあったな、なんで降りんのかなと思ってね。いやいや、俺もうあれ怖すぎて引いてもうたもん。確かにね。あと
そばの積もって戻るけど神社ね。あれはもう焼きそばでね。焼きそばはもう最高だね。ほんま焼きそばね。出たよりも。そうそうそう。すごい良かったね。なんかご利益あるじゃんね。やっぱり。あれはほんま。あった。タイマーも買ったしな。そうそうそう。タイマーしたんじゃないね。それは危ないですね。ではまずそういうことでね。はい。まず次回行きましょう。そうだね。そうしましょうか。はい。もう。それ行ってみよう。それ行ってみよう。行ってみよう。はい。オッケー。バイバイ。バイバイ。あ、チャンネル登録&、いいね、グッドボタンお願いします。グッドボタンでこうやってよ。一台。グッドじゃないやん。これだけ。これグッド、いや、ここへ行こうか。